おはようございます。下野正弘です。今回は一人でできる太もも痩せマッサージをやってきます。それでは早速始めます。足痩せしたいのになかなか結果が出てこない方いると思うんですけど、そういう方もしかしたら太ももの外側、足の外側が張ってる可能性があるんですね。要するに足の外側が凝った状態のままいるってことなんですね。なのでほぐす必要があります。まずは膝下からやっていきますね。膝の曲げるとこがこの辺だとして、その少し下ね、この辺に丸ポコがあります。この丸ポコに手のひらのここを合わせる感じですね。丸ポコに手のひらを合わせます。こんな感じですね。僕の手のひらにはここに丸ポコがある感じですね。丸ポコからこの外くるぶしにかけて流す感じですね。こんな感じですね。いきますよ。これを30秒、せーの、よいしょ。両手でできますよね。両足いっぺんにすることができます。外くるぶしにかけてマッサージしますね。姿勢はやりやすい形、力が入りやすい形をご自身で探していただいてですね、しっかりとマッサージしていきます。どうです、この辺すごく張ってる方いないですかね。合ってない靴だの履いているとですね、この辺が張ってきてしまうので、靴の見直しもすごくですね、いいと思いますね。はい、 OK です。どうです、この辺すっきりしてきましたね。太ももの外側に関しては1分間やってきます。足を伸ばしてお尻から膝の外側にかけてマッサージしていきますね。お尻から膝のこの上のあたりに向かってぐっと流してあげるような感じですね。使うのはこの手根部って言って手首のあたりですね。手のひらの下の方です。ここ使っていきますね。ここでぐーっとほぐしていきますね。体が硬い方は膝曲げてもらってもいいです。これでもいいです。そしてこの姿勢がちょっときつい方は壁に押しかかってもらってもいいです。1分かけてしっかりとですね、ほぐしていきますね。太ももの外側ってですね、大腿筋、膜張筋とか長径靭帯とか太ももの、ちょっと薄っぺらい筋肉があってですね、そこが張ってしまっていることが多いんですね。そうなってくると力がですね、全部外側に逃げてきてしまって、筋肉がですね、バランスよく使われないんですね。よく勘違いしてしまうのはですね、筋トレすると足が太くなってきてしまうっていうことを言う方いるんですけど、それはですね、ほとんど気にしなくていいです。というよりも一部分の筋肉しか使ってないからバランスよく筋肉が発達してこなくて足が太くなってきてしまうんですね。質のいい筋肉を作ってあげることがとっても重要です。足痩せのコツは張ってる筋肉を作らない、このようなですね、太もも周りの筋肉をバランスよく一回ほぐしてからスクワットのようなですね、下半身のトレーニング、ウォーキングとかもいいですし、ランニングとかもいいと思うんですけど、まずは筋肉の張りを取ってからやっていただけるとですね、効果が出てくると思うので、ぜひですね、このマッサージ試してみてくださいね。はい、 OK です。足痩せのコツは一部分の凝り固まった筋肉を作らないこと。ずっと凝ったままでいると筋肉が伸びも縮みもしない質の悪い筋肉に育ってしまいます。そうすると足はどん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 太い方向に行ってしまうんですね。なので重要なのは機能的な足を作るんですね。機能的な足を作ること、そして機能的な足が出来上がってくると自然と美脚になってきます。足もすっきり細くなってきます。まずはこのマッサージからやってみてくださいね。はい、改めましてアヘアホ体操の下野正弘です。このチャンネルではアヘアホ体操が12年間培ったノウハウを惜しみなく発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アヘアホ体操楽しいですよ、ワクワクしますよ。あーへーあーほーあー